ビヨンビヨン。あなた方は客人？すみません、めったにお目にかかれないもので。フータオさんが連れてきた人たちみたいですので、私も安心しました。この場所は何もなく、おもてなしはできませんが。ランケイと申します。ここである人を待ち続けて、もうどれくらい時間が経ったのかも分かりません。待つことは気が遠くなることですが、散歩をしたり他の人と話をしたりすれば少しは気が楽になります。待ち続ければ会えるのでしょうか、それとも会えないのでしょうか。もしあなたにも大切な人がいるのなら、ここで待つなんてことはしない方がいいでしょう。私は待つことしかできませんでしたので。新入りか？奇遇だな、俺もだ。こんな綺麗な景色が広がってるなんてな。俺はてっきり暗くて寒くて方向すらわからない場所かと思ってた。ここは気持ちを整理するにはもってこいだ。もともと期待していなかったからかな。そういえば最近チョウさんに会ったか？あいつか、もうそろそろだと言ってたのを聞いたよ。ほう、それはいいことだ。これからあいつはどこに行くんだろうな。気になるならわしたちも。また怪盗祭の時期か。いつの日か塔を見に行けたらいいな。塔がなくても願い事はできるよ。お母さんが教えてくれたの。大声で願いを言えば将来きっと叶うって。大声で？それは恥ずかしくない？誰かが先にやってみんなが続けば、お前も恥ずかしくなくなる。そうだそうだ、ショーゴ先にやってよ。僕はいつの日か食べきれないほどのご飯とお菓子がある大きな料理屋を開く。毎日ジョジョジーが食べられるように。それだけかよ。笑うな。そっちはどうなんだよ。もちろんお金を稼ぐことさ。たくさん商売をしてたくさんお金を稼ぐ。お金があれば何でもできる。こんないいことはないだろう。そうだな、お金があればあの高いおもちゃ箱だって買えるんじゃないか。買うなんてもんじゃねえ。一人一個ずつ、いや一人何個でもだ。じゃあ父が大商人になったら、私はお金を稼がなくてもいいってことね。いやいや、お金を稼ぐのは大変なんだ。俺だけに頼るなよ。私は大きな名称の塔を作りたい。小塔作りも学びたい。将来は最も腕の立つ職人になるの。そうだね、そうなったら林栄校に行かなくても小塔を飛ばせる。それでモーとロー兄貴は？僕は、あ、一番肝心なところで消えちゃったぞ。懐かしいな。あれが俺たち5人の揃った最後の怪盗祭だった。時間が経って
みんなこんなに大きくなったんだね。あの時言ってた願いは叶えられたかな。3人に会ってきて、それぞれ自分を象徴するものをもらってきたぞ。ショーゴは料理人に、キキは大商人に、ソウシは小刀職人だ。そうなんだ。あの時言ってたことはずっと俺たちの心に残ってる。何が何でも叶えるという約束だ。とりあえずこの塔を飛ばそう。ちょっと空気を読んであげてよ。彼らが話してる間は遠くでそっと見守りましょう。5人の名前が書いてあるよ。例えば、実はいい知らせがあってな。キキはもうすぐお父さんになるんだ。あい。いやいや、今は頭が切れるぞ。はあ、例えば、実はいやい。空気が読めないってお前に一番言われたくないじゃん。そう？目的が達成できるなら家庭なんてどうでもいいでしょ。前にも言ったけど、往生堂が最初に行ってたのは葬儀じゃなくてお医者さんみたいな仕事だった。魔人戦争の時期は死体の山、おびただしい数の霊、蔓延する疫病、すなわち死が私たち聖者の世界を蝕んでいた。その時に往生堂ができたの。弱々しい人間という身分で長い時をかけ死を追い返した。大きな代償を払ってきたみたいだな。それからまた長い年月が経ち、リーユエコーは栄えた。人々は名誉とモラを追い求め、やがて狂気に達した人が死の遺産に触れた。魔人の残滓が人の世を壊したの。具体的なことは省くけど、それは生という自滅と死という終焉でもあった。それからすごくすごく長い時を経て、やっと均衡が整い、境界を保てるようになったの。そのおかげであなたたちが見た今のリーユエコーがある。今の往生堂と私もね。ダメ、あなたは本当に好奇心旺盛だね。忘れないで、知らない方がいいことは知らない方がいい。どれだけ理解できてるかはあなたたち次第。私からしたら何も知らない方が楽だけどね。この時代は恵まれてるよ。生と死がこんなに平和に寄り添ってる。こんなの当たり前じゃないんだから。そろそろ時間だね。行こう。彼らを始まりと終わりの地へ送らないと。それってどこのことだ？私たちが初めて会った場所。適当につけた名前だから気にしないで。
き。満足できたかな。もし何かのきっかけで悪鬼になったら、その時は容赦なく滅却するけど。しないしない、こんなにしてもらってもう大満足だよ。みんなが元気にやってるのが分かって本当によかった。お前たちにも感謝しないとな。ある意味俺の夢を叶えてくれたんだ。さっき言ったことはあなたも同じよ。もうもしまだこれ以上くよくよするようなら覚悟してちょうだい。いや、そんな笑いながら怖いこと言わないでくださいよ。じゃあ最後の最後にロウ兄貴に一言言ってあげて。またな、ロウ兄貴。違う違う、またなはダメ。行ってらっしゃいとかにしないと、またったら困るでしょ。大丈夫、僕はそっと離れることにするよ。ごめんね、僕たち二人が言った夢だけは叶えられそうにない。気にするな、どうってことない。安心していけ。うん、みんなのことは忘れない。それじゃ。言っちまったな。なんだか人生の一大事を成し遂げたみたいで、心が空っぽな感じだ。さっき言ってた二人の願いって？お互い家庭を築いたら家族みんなを連れて解凍祭を過ごす。だから俺はあいつらが羨ましいんだ。あいつらはもう夢を叶えたが、俺の夢はもう一生。そうだそうだ、それに誰だって死ぬ日はいつか来るものなんだから、生きているうちにしっかり生きて、やるべきことをやってから会いたい人に会う。それもいいことだと思わない？ありがとうございます。とにかくもう無謀のお金は戻らないと思うから、しっかりと気持ちの整理をしなきゃな。それじゃあこの機会にどこか遊びに行ってきなよ。許可する。あ、もちろん今と同じく給料は出ないけど。待てよ、何か忘れてないか？お？教会に連れて行ったのは人探しを手伝うのも兼ねてたんだよ。その反応じゃ見つからなかったみたいだね。いや、ちっとも惜しくない。私もあなたたちが見てないところで探してみたんだけど、残念ながら何も見つからなくて。これからも気には留めておくから、何か分かったらあなたに連絡する。適当に言ってるだけじゃないよな。えへへ、生きてる人を探すのは得意じゃないんだ。もし教会の向こうにいる人探しなら。縁起でもないこと言うなよ。安心して、その生きた人もしっかりと探してあげる。もういつになったら私の冗談に慣れてくれるの。私にも私なりの理由があるから。理由？今日私たちが行った場所で見てきたものは、聖者の世界に執念を持つ使者たちなの。でも私はそこで歴代の同志を見たことがない。一度も往生堂の同志になることはきっと悔いの残らない正しいことなんだと思う。もう帰ってくることはないし、もう少しここにいたいんだ。同志の言う通り、外で気晴らし、そしてきっと。
もう帰ってく、同志の、そしてき。